ハクハク共和国の壱岐麻里です。今回ご自身の役柄はどういったものですか？飼育をするロボットです。すごく可愛いを目指そうと思ってます。なるほど。基本で、ハラペコペンギンさんのゼンマイノート、この人間とロボットとそれを取り巻く環境と、本当にすごく素敵な、優しいし面白いし、愛くるしいってこういうことなのかなっていうキャラクターたちが各所出てくるので、ぜひぜひもう何なら一緒に見て一緒に楽しみたいなと思っておりますので、ぜひぜひ絶賛チケット発売中です。ぜひクラファンご参加いただければと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。